スイスのミグロ、日清インスタントヌードルスープ、5個牛肉麺、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めでちょっと華奢な舌触りです。油の揚げ方が浅い感じで白いです。ヨーロッパで製造される即席麺としては香りは悪くないです。スープは濁り感のある醤油ベースでエスニックの香りがかなり強く華やかな印象です。日清食品はヨーロッパや香港で出前一丁ブランドの5個牛肉麺を作っていますが、それよりも味付けが派手です。指定のお湯の量が少なめのこともあり、味が濃い印象を持ちました。ヨーロッパで作られる即席麺のスープは地味なものが多いですが、この製品は味の華やかさで突出しています。